はい、カノノの TV へようこそ、カノンです。今日はですね、私がおすすめしたい漫画をご紹介していきたいと思います。それでは、レッツゴー。今回ご紹介したい漫画は、左利きのエレンです。すごく心にくるセリフとか好きなキャラクターとかがいるので、そちらをご紹介していきたいと思います。この話はですね、クリエイターのお話というか、物語としてはアートな世界が多い物語になっていて、アートディレクターの人が出てきたりとか、もともと美大出身の子たちとか、そのアートに関係する物語なんですね。だけど美術のことだけではなくて、その人たちの一人ずつの才能とかもあるし、もともと持ったものとか努力してそれを得た人たちとかも出てくるんですよ。そのそれぞれの世界の人たちがぶつかり合っていく様子がすごく面白くてハマってしまいました。パンチの強いキャラクターとかもたくさん出てくるんですよ。誰一人として普通な人がいないっていうのもポイントではあるんですけど、それぞれ変人だからこその個性があるんだなっていうのがすごく感じられて好きですね。まず私が好きな推しキャラクターを紹介していきたいと思います。一番好きな人たちは騎士姉妹です。生まれ持ったスター気質の二人なんですよ。お姉ちゃんが騎士彩乃ちゃんで、妹が騎士あかりちゃんって言うんですけど、お姉ちゃんがですね、私は好きなんですけど、彩乃ちゃんが。お母さんがまずすごい人で、ハリウッドスター並みの家柄の人たちなんですよ。もう家柄がすごすぎて、昔から美術とかアートとか、業界のいろんな英才教育を受けていた子たちなので、昔からそのお母さんのブランドのによく遊びに行ってたみたいな、幼少期から。とにかく、いろいろな技術とかを人一倍知ってるような子なんですね。自慢はよくするんですけど、なんか天才肌っていうのもそうなんですけど、でも天才って言われることを嫌うんですよ。だからちょっと天才って言い方はしたくないんですけどその姉妹がですね、もう本当にプロというかレジェンド感がすごいのですごく好きです。で、妹はトップモデルなんですけど、普段はね結構おちゃらけていたりというか、基本的に本番直前までふざけて遊んでるような子なんですね。本番直前って言っても5分前とかではなく、本当に3秒前とかまでふざけ倒してる子なんですよ。だけどステージに上がった途端、人がガラッと変わったように本気の顔になるというか、プロの顔になるというか、そういう切り替えが素晴らしい人なんですね。で、そのプロフェッショナルな二人が私は一番好きだなと思ってます。この左利きのエレンはですね、私はジャンプの方で読んだんですけど、実は原作がありまして、原作はまた違うアプリの方であるみたいなんですけど、原作の方はですね、もっと進んでて先のことまでもう展開されているみたいなので、そちらは私まだ見たことがないんですけど、落ち着いたら見たいなと思いますね。で、原作の方には私が憧れの騎士姉妹にはどうやら弟と妹もいるみたいで、まだねこの世に出てない2人の多分天才の卵ちゃんたちがいると思うんですけど、そちらもね楽しみなので見ていきたいなと思います。私の好きなシーンがたくさんあるんですよね。なのでそれを今回はスケッチブックにカノン画伯が書きましたのでご紹介したいと思います。じゃん。才能とは集中力の質である。私この言葉がすごく好きで、自分でもメモったんですね。いやでも本当に絵のタッチとかもそうかもしれないけど、やっぱ文字をねすごく小説並みにちゃんと見たくなる感じがする。やっぱ漫画って絵で分かりやすかったりすると、こう流しちゃう時とかもあるじゃないですか。こう、あこのシーンこういう感じね、こういう感じねとか。だけどそういうことじゃなくて、本当に言葉一つ一つが現実味があるというか、 SF 系のものだったりファンタジーだったり、私は現実味がない漫画とかをよく見ることが多くて、だけど本当に大人たちの戦いというか、こういう世界の人たちの戦いを見ていろいろ考えることはありましたね。しかも自分と置き換えられたりとか、あ努力ってこういうことなんだとか、いろいろ思うことはあります。こういちくん実は昔はすごく明るくて、何事にも一生懸命取り組むし頑張ってるっていう姿を周りの人に見てもらいながら頑張るタイプだったんですよ。裏で努力っていうよりもみんなの前でも必死に 100% 力をこう見せて一生懸命頑張るけど、なかなか報われないみたいな、ちょっとその惜しい面というか、でもすごく頑張ってる。途中から会社に入って、こういちくんの上司になる方が柳さんっていう方がいるんですけど、その人がね私はすごく苦手なんですよ。トゲのあるというか性格の悪い言い方をするの、なんかもうお前なんだみたいな感じで裏に手を回してトゲを刺してくるタイプなんですよ。でも確かに言ってることは正論だったりするんですよ。柳さんの昔は知らないですけど、私は知らないけど、きっと途中途中回想とかで出てくるシーンとかを見ると、あこの人もすごく辛いことがあって、だから雑草魂というか常に必死に戦ってる、ずっとトゲがある状態で生きてきたんだろうなっていうのがすごくわかる人なんですけど、
ど、結構歪んだ人なんですね。だからそこの部下に就いた時から光一くんの性格が変わってきてしまって、仕事に対する熱っていうのもそうだけど、自分のやりたいことよりも仕事の質を上げることをメインに考えるような人になっちゃったなっていうのが途中からあるんですけど、まあ、みっちゃんとカフェで話してるシーンがあるんですね。お茶してるシーンがあるんですけど、そこで光一について語ってるんですよ。これは才能の正体っていう本が物語の途中で出てくるんですけど、その本曰く才能とは集中力の質であるっていうのを光一に重ねながら話してるんですよ。みっちゃんは集中力が浅い方だよなってちょっとバカにしながら、でもまあまあの深さで長時間集中し続けることができる、要領よく複数のことを同時にこなすことができる、だから浅くて長くて早いタイプが、これがマルチタスクタイプっていうみたいで、で逆に光一くんのタイプは集中するのに時間がかかるから気が抜けない、典型的なシングルタスクタイプ、だから深くて長くて入るのが遅いタイプみたいなんですよ。スッて仕事を始めてまあまあの仕事をこうやってさーってロングでできる人と、集中する期間が長くて遅くてだるいなー、まだやんないなーっていうけど、スイッチが入ったらすごく深くガッて仕事ができるタイプっていうのがあるみたいで、私はきっと浅い方だと思う。きっとねマルチな気がする。いやでもシングルタスクかも。ギアが入るのが遅いタイプだと思うんですよね。だからなかなか宿題とかもやらないけど、やろうと思ったら割とガッてできるタイプなので、高一タイプでありたいなとは思ってますね。ここにも高一の絵を描いたんですけど全然似てない続いてはじゃじゃん、あまり節操なく周りの色を取り入れ続けたらいつか真っ黒になってしまうよっていうセリフなんですけど、これは私の大好きな綾乃ちゃんが言った言葉ですね。高一に対して言った言葉なんですけど、ファッションショーをするんですよ高一主催の。だけど結局高一が主催していろいろ物事を先導して決めていかなきゃいけないけど、自分の意見力というか自分の発言力が強い綾乃ちゃんとか他のクリエイターの人とかもいるんですけど、そういうのに負けてしまうというか、そうなんだいいねいいねっていうだけで終わってしまうタイプ、自分よりもいい意見が出てしまったら何も言えなくなっちゃうタイプが高一なんですね。何でもかんでもうんうんって言って受け入れると、そのいろんな人たちの色が入り込んで結局受け身だった高一は色がなくなってしまうというか真っ黒になってしまうよっていうセリフを言ってるんですけど、これが後々の高一を表す言葉だなと思って、私はすごく思いましたね。あと確かにって思いました。他の意見を入れることも大切だけど、自分の発言した他に自分の色を伝えることもすごく大切だなと思ったので、確かにって思いましたね。なんか絵の具みたいな例えをしてるなっていうのが思いました。はい、ということで次のセリフです。主人公に向けた言葉なんですけど、じゃん、朝倉光一という男は突き抜けた天才と真逆の立ち上がった凡人だ。この言葉はすごいわかるってなるんですけど、高一の性格とかもろもろを知ってたら、やっぱり天才、突き抜けた天才は私的にはエレンだなっていうのがすごくあって、人間離れしてるような才能がある天性なんだなっていうものはエレンにはあって、だけど高一くんは本当に絵も下手だし何もできないような男の子だったんですよ。普通の人よりもちょっと劣ってるようなこの人だけど、本当に人一倍の努力とかをしてると思うんですね。だからどんどん成長してすごい人間になっていくっていうところが、この立ち上がった凡人だっていうことだと思ってて、やっぱ努力は報われる的なそういう要素があるのかなってすごく思いました。でもやっぱ憧れるのは突き抜けた天才なんですけど、でもこういう人もいるからこそ私はすごく立ち上がった凡人だっていうセリフに、あ、頑張らなきゃっていう気持ちになりましたね。努力をすればするだけ仕事を自分で作り上げてるから、光一くんはこのセリフはかっこいいなって思いましたね。なんなん、はい、ということで今回はですね初レビューだったんですけど、こういう漫画を読んだ感想とかを言うのは初めてだったんですね。うまく喋れなかったこととかもあると思うんですけど、いや本当にこの漫画は面白いので、ぜひ左利きのエレン見てみてください。こう見方によってそれぞれあると思うんですよ。私の見方はこうだったけど、逆にみんなからの見方は絶対違うと思うし、意見交換というかすごくしたいなと思いました。もうちょっと喋るのを上達させてから次レビューしたいなと思います。ということで今回も動画を最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録高評価の方もぜひぜひよろしくお願いします。次の動画も楽しみにしててくださいね。バイバーイ。